維新陽気武道雑談。大抵の武道には型がある。型がない武道は江戸時代の流派名は忘れたがあった。型がない武道、これの開祖は非常に強い人だった。有名であるけど全く例外的存在。私も型のない武道に賛成である。例えば柔道や合気道のように型を決めてその型に持ち込んで試合するということは好まない。例えば柔道では背負い投げとか一本背負いとか大腰とかなんとかかんとか言ってそれに持っていく。相撲でも同じ。合気道でも一強や二強や三強や言ってそれに持っていく。私は型がないのが良いと思っている。したがって一応私の維新陽気武道ではそれらしいものはやるが最終的に頭の中に覚える必要はないというより体に覚えさせてその時その時体が適切な判断をして動く。私の考えた方は一瞬だから。武道は一瞬だから。頭で考えていたら遅い。体が勝手に動くのは技。すなわち意識から無意識へ。無へ。体の判断のままに。これが私の武道の最終形式である。